エンゼルス、我々は買い手、大谷とポストシーズン進出へ緊急補強。エンゼルスが緊急補強、ホワイトソックスから昨季11勝1&今季43登板1獲得と発表。大谷翔平も残留へ。エンゼルスとホワイトソックスは26日、2対2のトレードが合意したと発表した。エンゼルスは、ホワイトソックスから先発右腕のルーカス・ジオリト投手、9-1のレイナルド・ロテス投手を獲得し、エドガー・クエロ捕手、カイブシ投手の若手マイナー選手2人を放出した。ジオリトは、18年に初めて2桁勝利となる10勝を挙げると、これまで4度の2桁勝利をマークし、昨季も11勝で通算59勝、今季はここまで21登板で6勝6敗、防御率 3.79 で、今夏のトレード市場の先発投手で最も注目された一人だった。ロテスも29歳の右腕で、昨季は自己最多61試合に登板。20年までは先発だったが、21年からは救援もこなし、今季はここまで43登板で2勝5敗、防御率 4.29 をマークしている。この日はスポーツイラストレーテッド紙が、エンゼルスが大谷翔平投手をトレード放出候補から外したと報じ、エンゼルスはトレード市場で買い手になることを決断した。ミナシアン GM はトレード期限までに先発投手とリリーフ投手を補強する予定だとしていた。マジカイブッシュマジかよ、ジオリと取れたんやよかったな。マジかカイブッシュって名前聞いたことあるな。トッププロスペクトなんやって。もう今年全突破で来年以降は捨てるんやな。マジで買い手に回るんか。退路を断つんやな。大谷へのアピール提起。球団内2と3やんて。じゃあ大谷トレードとかもうありえんな。こういう動き見ると大谷トレードの可能性はないってことか。もうしないって決めたぞ。来年大谷消えた後が悲惨やな。想像したくもない。おーおお。これで全て終わってもいい。今年にかけてんのか。でもまあこれしかないって感じのトレードか。今年で球団解散する勢いでやれ。買い手に回るのは楽しいからええか。来年からはエンゼルス見ないしな。なんだ本当にやる気になってんのか。翔平、わかるよな。通番野球チャンネルではこれからも大谷選手の動画を作成していきます。チャンネル登録、高評価、感想をコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。